いろんな映画に関わってらっしゃると思うんですけど、うん、ですね、何本くらいな感じですか、ざっくり。何本、うん、数えたら100ぐらいいくんじゃないですかね。忘れてるのがまず半分ぐらい1日だけとかありますもんね。1日だけヘルプで入ってみたいな。そうですね。一番初めってどういったきっかけでそのハリウッドの作品とかっていうのに携わっていったんですか。初めですか、はい。でまあ、一応だからそのメイクアップの学校っていうのは行ったんですね。10週間しかなかったんですけど、ロサンゼルスでそのきっかけとして10週間の学校行って、ですごい、まあ、2ヶ月なんですけどね、で、まあ、すごい、まあ、真面目だったんだね、そのやりたいことだから。で、まあ、一生懸命やってるとやっぱその卒業してもなんかやっぱ学校に来るんですね。だからこんなの手伝い来てくんないかっていうか、でまあ、それでこう時々よく呼ばれるんですよね。でそれでその中の一つでそのハロウィーンの店で、はい、あの傷メイクするバイトがあって、あ、でそれをこうしてたらこう そこのハロウィーンの店のキャッシャーの人、キャッシャーの人、がその日本人の SF 映画のプロデューサーを知ってるって言って、ね、レジの人、レジの人が、そうレジの人、レジの人、そうそうそう。でそれがそのガイバーだったんですね。そうそう、まあそうか、すごいそう、それでそのプロデューサーガイバーの1作目、1作目です。そう、1作目で、それでその電話番号を入れて、すごいやっぱりそのまあ、悩んだんですね。かけようかどうしようかっていう、そのちょっとこうシャイなところ若かりし頃、今でもそうですけど、いやいや、そうですね、ありまして、それでまあ思い切ってこう電話してみて、まあこういうことをしてるんですけども、まあ、真面目なポートフォリオとかもすごい作ってたから、でまあこう会ってみたらすごいあの、まあ、もうすごい気さくに会ってくれて、でまあその気に入ってもらえたんですね、その自分のその、まあ、やってたんだね。それであのもうその場でそのジョージさん、はい、スクリーンマッドジョージさんに電話してくれて、でもう面接がもうその時にも決まって、なるほど。でジョージさんのとこに、まあ、こう行ってポートフォリオを見せて、で、でもう何でもしますんで手伝わせてくださいって感じで、はあ、ね、ちょっと知らない方のために解説するとですね、ガイバーの一作目映画っていうのは、特殊メイクアップアーティスト2人が監督をしてるんですよね、スティーブ・バンと、スクリーニング・マート・ジョージさん、でそこでこうガッとつながったわけですよね、ですね。それでジョージさんのとこ行ったら、ちょうどその年にマイケル・ジャクソンのブラック・オア・ホワイトっていうそのミュージックビデオが出たんですね、その時にそのモルフィングっていうそのいろんな人たちがこう踊りながらこう顔が変わってくるのがすごいのが出て、いやこれから CG やで、CG やりって言われて、いやいやいやこれをやりたいんですよってそんな話も、まあ、覚えてるか分からないけど、上司さん、マトジョーさんがこれからは特殊メイクじゃなくて CG のメイクどんどんなくなるで、これやめてくれって感じですかね。こんな今更 やらんでええでなんて今からパソコンの勉強かみたいな感じですよね。まあそんな始まりですね。でも初めてその実際にやった時のテンションって、そのまあすごく映画がお好きだったっていう中でついになわけじゃないですか、どんな感じなんですか。いやもう楽しく嬉しくて嬉しくて、最初に携わった映画がフリークトっていう映画なんですけども、それにそのミスター T とかブルックシールズとかランディ・クエイドって、あのあとアレックス・ウィンターってのビル・エンド・テッド、で日本のタイトルでキアヌ・リーブスとかも出てたんですね、でいやもう本当にもうその人たちに会えたわけですよ。へ、だからもうとにかくもう映画に関われたっていうのはもう本当にもう毎日嬉しかったですね。もうそれしかしてなかったですもん、その時は。寝てる以外はすごいね、なんかサクセスストーリーで個人的にはミスター T に会えたんだっていうのが一番衝撃的。いやミスター T だ、ミスター T はこうひげ女の役で、あの顔であのドレス着るんですよ、女の人、あのその悪いやつがそのある液体を開発して、それをこう人にかけるとこうフリークになっちゃうんですね。でミスター T はそうそうそう、でミスター T はヒゲ女っていうんで、こう単にドレス着てるだけいやまあすごい面白いギャグ映画なんだけども、でミスター T やばい、それ見てない、見てない、フリークと、あれもう超マニアのおすすめですよ。
ミサキ、ね、超怖いでしょ、あのロッキー3とかね、うんうん、めっちゃくちゃコメディアンです、あの人は。撮影中のジョークばっかり言ってて、ね、そうなんですね、こうやろう A チーム好きとしてはこう、うん、A チームね、そうそうそう、ついつい飛行機乗れない、そうそうそう反応してしまいましたけど、いやすごいな。じゃあそっからもう映画のハリウッドの関わりっていうのがどん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 始まっていったんです、うん、そうですね、それが最初ですね、なんか19時ですね、うん、この終わり頃で、うん、へえ、さん、あの、長いキャリアの中で、うん、まあ、やっぱりまあ、代表作といったらこれだよねみたいな当然あるんじゃないかなと思うんですけど、僕ら豆魚雷のね人間または豆魚雷が好きな人からするとやっぱりパシフィックリムだと思うんですけども、パシフィックリムで手掛けられたのはまず映画のデザイン、ね、そうですね、一番最初ちょっとね、あの話が遡るんだけども、まずそのデルトロ監督はそのホビットをやってたんですよね、うん、あ、やってましたね。で3年契約 で、で3年の間結局その映画が作られなかったんですね、いろんなもう大人の事情があって、うん、それでその契約どうするかっていうんで結局やめたんですね、うんうん、で更新しなくて、で3年間作ってなかったわけなんですよ、うん、それから今度じゃあでそれでこう自分の今までの夢のプロジェクトをこう立ち上げるということで、うん、マウンテン・オブ・マッドネスっていう、こう映画があって、狂気の300、狂気の300人ってラブクラフトのね、そうなんですね、でそれをやるっていうん でそこある工房ヘルボーイやった工房に僕も雇われて、うん、そこでこのプレゼンのためプレゼンをするんですよ、これこういう映画になりますよっていうんで、はい、でそれでこうそれの造形物をこうというか、まあ作って、ですごいですよ、ジェームス・キャメロンをプロデューサーに持ってきて、ね、でトム・クルーズを主演にして、うん、夢の映画ですよ本当なんですよ、ですごいですよね、結局その監督はその R レーテッドしたいっていう、うんうんうん、R 指定か R 指定にしたくて、うん、でもう超大作 で、はい、でその女性が出ないっていうことで、うん、その辺だから大作映画としては、うん、あのかなり厳しいんだけども、でもそのトム・クルーズ入れて、ね、ジェームス・キャメロンプロデューサーって言って、うん、ほんであのまあ、こんなの出るってドーンってやって、はいはいはい、で、それでこう審査期間みたいなユニバーサルでそのプレゼンやったんですよね、で審査期間でその間に、まあ、マン・オブ・スティールの方で仕事してて、はあはあ、で結局ダメになったんですね、作らないってことになって、いやーなんでですかね、そんなにいい要素がいっぱいあって、うん、やっぱり女の人全然ダメみたいな、なんかロマンス要素を入れろみたいな、そういうソロ版弾いたらそういうのがあって、だからその監督自身も結局もうかなり焦って3年その映画作れなくて、それもダメになって、じゃあ次にはもう絶対作らなきゃいけないっていう時に、で僕はその、その時だからマン・オブ・スティールの仕事をして、まあ、そこもあの待ってる間こう何もないから、はい、違うところからちょうど連絡来たから、まあ、マン・オブ・スティールの仕事をしてる時に電話が来て、いやあのギレルモ監督 の、 あの次の映画の仕事あるんだけどって言って、まあ、どんな感じって、いやどうかな、こっちもまだなんかやることあるしななんて言ってて、でどんな映画なのって言って、で、巨大な、でっかいロボットとでっかいクリーチャーが戦う、やるよってそんな感じの話が来て、もうそれ聞いたらもうねやるしかない、やらない男はいないでしょう、ね、それがまあ最初 で、まあ、そこをまあいざ行ってみて、で、まあ、そのまだ緩い段階でそのデザインもなんとなくのあれで、まあ、それもだからプレゼン用なんですよね、この実写の映画が始まる前にこのあれはワーナーだとか、ワーナーだ、うん、ワーナーでプレゼンするためにまあ造形物作って、うん、でそれで、まあ、僕がロボット でもう一人のアーティストがあの怪獣で、それをこう、まあ、それが戦ってるそのジオラマみたいなのを作ったんですけども、だからそれが最初、世界最初のイエーガーですね。なるほど、うん、でデザインもすごい緩くて、あのなんだっけ、なんとかユーレカってあのオーストラリアのストライカーっぽい、うん、なんとなくラフデザインがあって、まあ、でもあの結構その監督と話したら、あのなんだこの辺とかちょっと適当なんだけども、こっちの好きなようにしていいって言って、もうどんどんやっていいよっていう感じで、うん、で、まあ、自分の要素を加えながらこう、まあ、それ作って、で、まあ、それが無事にこう作られることになって、うん、まあ、それが最初ですよね。